どうなのあ、えなんだ はい皆さんこんにちはタです。本日はブルーピリオドこちら見ていきたいと思いますよろしくお願いします前回矢口がねまあ、受験会がまあ、ここら辺のことを頭に入れてね結構悩んでいた部分があったんですけどもその中でお助けと芸大の天井を回るっていうことをきっかけにまあ、ちょっとしたいざこざというかお互いの見る視点の違いから起きたね衝突みたいなのがありましてその感情を胸にまあ、バーって描いた絵、まあ、殺すとか言いながら描いていたけどもまあ、素晴らしい絵がね出来上がり芸大に行くことに対する気持ち がね、一回りも二回りりももも二強くなななっったみたたみいい感じのエピソードになっていたんですけどもとにかく予備校の先生が言っていたトライアンドエラー、まあ、これみんなでも当てはまる話なんですけどもやって失敗してやって失敗してこれこれ繰り返してね何でもそうだけど上手くなっていくしかないわけじゃないですかその過程っていうのがこれからのエピソードで描かれていくと思うんですがそんな中予備校をね夜助けは去ってしまうっていう形になりましたこれからこの矢口そして夜助けそして予備校にいる他のみんなそれぞれがどういう形でね自分の絵に 取り組んでいくのかっていうのを見守っていきたいなと思います。ええー、と、ここで皆さんも録画したものもしくはビデオンデモなど使って一緒にお楽しみください。簡単なこんな質問三ペースタートです。よろしく頼むぞ三二一。さあ、オープニングからか。ああでえっ、ー、とまあトークオープニングトークでいろいろ話しちゃったんであれなんですけども。 僕がまあ前々からやっぱずっと気になってるのは、ヨタスケが結局前回ね、予備校を去るっていう決断をして、まあ、ラストの方にも本当に出てっちゃってたわけじゃんそうなってくると、まあ、矢口がヨタスケと会う機会っていうのがこれから減るわけじゃん。この作品はさ、やっぱ芸大に行くまでじゃなくて、芸大行ってからっていうのも、 描いていくエピソードになるのかな芸大行きます。芸大編にありますで。芸大出ます。出た後プロとして絵を描きます。で、プロとして切磋琢磨していく、競争していく仲間がいる世界。そういうところまでやるアニメ、漫画なのかなそれが僕にはちょっとわかんないんだよね。今、これって原作何巻くらいまであるんですか そして今現在これが何巻を消化してるんだろうか。仮にこれが今まあ2巻3巻くらいで今ストック20巻くらいまでありますよって言うんだったらなんかね、芸大行くまでじゃないお話もありそうな気するんだけどね。課題が見えてもどうしようもねえ。 クラス分けえ君いたっけ誰あなた。え前からいたこんな子。うん。いや、どう言うあれになるかね ?B クラス。うん。矢口は ?D。うん。 いいないんだね戻ってくんのかなそれともよタスけいやーあれねちょっともやもやするよねそういうの言われるとあっ橋田くん同じんああマジで 一生、いや、可愛いとか、そういうこと。<laughs> いや、ライバルとしてじゃなくて、可愛さなのね。ああ、さっきのあの子。おにぎりマンみたいなのがいる。うん、そして。うん。大場先生ね。最終いや、ちょっと早い。 対応力うーん何でもねかけれるようになるってことか私な大事なものはあまた抽象的だねうーんえっもうそれだけうーん なんだ矢口私の大事なもの渋谷矢口にとっては何書くかねうんそうそれ何なの森先輩うん 出会った人を書くうん人とのつながりえー、どういうふうに表現するのそれをうーん与太助もな あーえー、すごい糸ああなるほどねーえけど糸を描くって難しくないうわーえっすごいけどうん対応力反応 ああ。縁といえば糸みたいな感じで出てきちゃったんじゃないのってこともっとなんかあるだろうってことなのか。糸以外にも表現は。うん。男のロマン。いや、すごい長さで書いてるね。 ああ、もう、これじゃない感があるんだろうな、書いていけば書いていくほど。え、それはもう、すごいわかる。絵 <laughs> 描いてて。描きたいものとかさ、頭にあるものが全然出てこないんだよ、手で。どうしたのうん。リュウジはえ佐伯先生と何かあったのうん。 前回もなんかうつ伏せになってたりしてさちょっとおかしいよね様子ああ俺先輩会いたかっただろうな <laughs> やっぱりうん F105 サイズの話うんやっぱサイズだね え100号いや書いてみましょうかって言うけどさあんなでかいのけどあんなおっきいの描くってやらしい話だけど絵の具代もバカになんないだろうね。こういうのを描く専用の絵の具って高そうだしさ。 水で薄めたりはしないじゃん、確か。うん、やらないか。いや、なんか今の先生の提案載ってた方が良かった。え取材かうん。ああ、こういう方がやりたいのかな、矢口として 時計、はあうん、時計か橋田くんはんか部屋の隅書いてんね、うんどういうことんなんだスランプみたいになってんのかな なんだろう、ね、できたこんなもんあー二2人して桑名さんはどんなの描いたんだろういやなんかえっ、ー、奥行きがすげえ、うん、ああじゃあすごい絵なんだね 矢口にとってう,んうまくなったうまくなったけどその後ろというか奥に何かがないんじゃないいやなんか 矢口スランプだねこれは、うん、持ったないやこういうの大変だね絵描く人は組み立てるとういうことだあー描くことにしたのうんやっぱそうだねあっえー 自分たちで作るんだあ,あ知らなかった買ってくるのかと思って俺キャンパスうんなんか壊せるといいね今の自分をあ,あ先生うん もう怖がらずもうバッて勢いでどっちもなんじゃないかいうんそうね もう YouTube も高評価とか低評価とかやめちゃえばいいのに。<laughs> Twitter もいいねボタンとかなくせばいいのに。俺そういうのすごい気にするのに、こんな YouTube やっております。<laughs> うんもう俺もすっごい惑わされるんだよね、周りに。それがもう自分ですごい分かってるから。 もうそうう自分信じるっきゃないもうそこだよ最終的にいつもいろいろぐるぐる回って考えていや寄り道するけどそこに戻るんだよけど考えちゃうんだよね人ってこういうの大変だよな数学みたいに答え出ないとうんあーもう一回やるのじゃあ螺旋とかどうよ螺旋とか 変化変化ね波紋とかなんだろうんあっ隆二うん行ってないんだ予備校にもどうしたのいやお父さん なんでこうなったえそれって何このジェンダーのこと言ってんの絵のことを言ってんのおばあちゃんうん。けがえ怪けが何かあったっけそんないやおばあちゃんは出てあげて。俺おばあちゃん子だからさ。 ああ、もうみんないろいろやってくるけど、とにかくあれなんだ。もう嫌なんだね。外からのあれが。そういうのもわかる。うん。で、結局何書いてんだろうね。どういうよ。ああ、元。ああ、薬地きっかけで何か立て直すかな。心の気持ち。竜二は。 まだ何も書いてないんだねゴミ箱言い方聞いてやるよってことおしゃれすぎないゴミ箱とかうんどうした突然うんいいやつだね <laughs> そこ否定しない、うん、いやけどそれがためになると思ったんだろうねうんいやーだからやっぱ心配してんだろうね矢口もこうやって付き合ってあげてるってん何 森先輩えそういう感じになるんすか矢口と森先輩怖いうんじゃあそう龍二君どうしたの待ってる え行かないのいや学ランで大学入るって結構勇気いると思うんだけどん誰かのすんごいでっかいやがあるねえな何それ ねえ手がいっぱいこれ森さんぱいの言うの祈りうん言いたいことね じゃあどんなテーマであっても何かそこに自分のエッセンスというか言いたいことを入れるってことか矢口はなそこら辺が先生がうまいと言ってたけどうん奥があったわけだん来てよかったね発見があったじゃんえ先輩には会えないの <laughs> いやーなんか声かけられてる。てか身長さ。やっぱリュウジ君背が高いから。うん。ああ、またすれ違いになっちゃったんだ。ああ書き置き。なんか吹っ切れたっぽいな。 なんだろうねリュウジのリュウジじゃねえ <laughs> 矢口のあれはうんほううんそうだね うん、いやいやどういうふうに表現するのそれをうん金属それを絵でどう表現するんだろうどうなの あ、えなんだ丸があるけど。おお、かっけえかっけえとしか言えない。金属感はよくわかんないけど。よくないうん。いいよ。引き込まれる。うん。俺も好きだわ。うん。 ああ穴なのこれがいや先生「うまい」ではなく「感動」うーんあそれ持ってきたのかなあっ送ったんだ いやー嬉しいねいやーこの勢いで行ってほしいとこだけど、大丈夫かなうんいや。そういうのにおのずとついてくるわけだな。信じてやってれば。と <laughs> 先輩、確かに <laughs> 大感謝だな。氷。 課題書きなさい。うん。うん。視点が変わったのか。いやー、めっちゃ褒められるようになった。いやー、こうやって言ってくれるとね、ますます自分のやりたいようになれるよね。 うん、うん、いいのかな,なんかいいのかどうかがよく分かんなくなってくる俺いやそれまたダメなんじゃないそういうのでやっちゃねえあの時はとかいやここは またダメになるんじゃないいや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 ,いやうまいとか言い出したら多分ダメだぞまた小手先に走っちゃってるんじゃないかいうんうん一緒うん いやあんなのダメだろううん一度見たなって感じだよいや難しいねほんとに <laughs> <いや笑>これをやってくのか ずーっとお母さんかいやーこんな聞きたくないなーああったば吸ってるうん今今今今っておかしい今聞きたくない一言だったかもしんないねそうだよなー 本当その通りだと思う。なんだ誰？ん？誰の声？声ああ<ー>何？あ終わりどうしたのよたすけくん。自分から連絡してきてあんなことがあったのに。 なんんだだっつうんだろうね忘れてた頃にこうやって出てくるんだからいやー今回あれだったな矢口さんが矢口さん付け <laughs> 矢口がねスランプ入ってからの立て直しの部分の話すごいなんか共感できるわ絵じゃない部分でね考えればねみんなスッと入る内容だったんじゃないかなでまたそれで書けるようになったって調子よくなってからのね あの全く同じような構図で描いてたの口がついたような絵あったじゃん。あーやっちゃったなーって感じしたわ。もう言ってる、なんかそれを見るまでのあのー、何て言うんだろうな、テンションの高さとか調子乗ってる感といいね、もう分かったもん。うわーこれダメなパターンだっていうのが。そしたらあの最後のお母さんの聞こえてきた話とかもね、 すごいわかるよなんか僕は結構これを何だろうな自分が今まで好きなこととかやってきたこととか、まあ、今やってるこの YouTube の活動とかね、まあ、そういうのに照らし合わせて見てるんですけども皆さんはね何を照らし合わせて重ねて見てんのかなとかね今ちょっと思っちゃった 重ねて見ることによってしんどくなったり楽しくなったりするっていうのがまあ、この作品のね魅力なのかなと思っております私自体はね、A、中心に進んでるんだけども見ているだけでね胸厚になったりへこんだりうわあわかるってなったりするこの作品が僕は大好きですはいというわけでまた来週もね見ていきたいと思うのでよろしくお願いしますちょうどご登録しましたバイバイ。